どうにもできないですね。リップ塗ってるけど、なんか配信になるとちょっと薄くなる。なんでだろう。ずれた。これでティッシュで拭くからだと思うんですけどね。ちょっと待って。こんばんは。10代最後です。最後です。あ、ひろたんさん、ハートありがとうございます。りょうさん、ケーキありがとうございます。台湾のポミさん、ハートありがとうございます。ひろたんさん、ハート100個ありがとうございます。かおちゃん、ちんやのごありがとうございます。今日は今日はどんなシャツ、今日はこんな感じ、なんかファンの方にいただいた T シャツ。コメントをね、ちゃんと読んでいきます。楓ちゃんのバースデー画像作ってみました。作ってました。ありがとうございます。くーさんさん、花束ありがとうございます。博多丸いに美味しそうなマリトッツォ売ってた。ちょっとコメントが早くてごめんなさい、読めなくて。自分は今日が誕生日。おめでとうございます。ゆうまさん、なんか聞いたことあるかも、誕生日ってこと。シカゴのたくちゃんさん、ハートありがとうございます。ひろたんさん、ハートありがとうございます。しおさん、ハート100個。シカゴのたくちゃんさん、ハート100個ありがとうございます。かえちゃんのバースデーフォトブック作ってました。なんかみんなありがとうございます。二十歳のジマコ、明日で最後なんだね。そうなんですよ、ツイッターのやつ。誕生日迎える瞬間は特に何もしてないか、なんかお父さんとその電話とかで乾杯したいなと思ってたんですけど、なんか19歳のうちにはお酒買えないから、なんか00時には買えないわけじゃないですか。だから、まあ、別にそんな20歳になった瞬間じゃなくていっかって思い始めてきて。ひろたんさん、ハート500個ありがとうございます。そうだから、まあ別に明日でもいいかなって思ったり、まあなんならね、次会った時でもいいかなとか、なんか結局そうやって思うようになっちゃったから、ちょっとメンバー確かに会えるのかな、なんか微妙ですよね、なんか誕生日だから、分かんないけど。しおさん、ハートありがとうございます。こんばんは。かえでちゃん、めっちゃ汗かいてない、汗かいてないかな、書いてないかもしれないです、すみません。あ、これはでもなんかね、ケープしたら固まっちゃったんです、前髪が。だから汗かいてるように見えるかも。あ、これで結構マシなんちゃう。汗かいてんなーと思ってみて、あの汗かきだから、すみませんね。しおさん、ハート500個ありがとうございます。
暑いね、暑いわ、やっぱ汗かいてるわ。今日は何か動画見たりラジオ聞いたりしたの？今日はいろいろ聞きました。健康的。エアコンつけてる。福岡のヒロさん、ありがとうございます。頑張ってください、ありがとうございます。福岡のヒロさん、ハート100個ありがとうございます。なんで夜中にお休みメール下書きしてるの？普通おはようメール下書きしない？そういうところ好き。確かに確かにそうですね、よく考えたら。あ、なんか鏡壊れた。待って、なんか出てきた、カパカパって。外れたんか。なんか昨日の夜、明日の夜はなんか明日の夜からお酒飲めるんだなって思って、そのあ、じゃあ10代最後の夜かって思ったんですよ。まあ今日も一応10代最後の夜なんですけど、まあその時12時超えてたから、あ、じゃあ今はまあお酒飲めるんかってなってって思いながら、お酒を飲むように水をグビグビって飲んでて、まあこんなことも最後なのかなって。あの、その水しか飲んじゃいけないみたいな、お酒は飲んではいけないみたいなのが、あ、最後なんだなって思って、なんかメールに書いたんですよ。それ確かに別におはようでもよかったな。先に言っておくね、二十歳の誕生日おめでとう。ありがとうございます。面白いですね、早い。朝は何を食べ過ぎたの？パンをね、食パンをね2枚食べちゃったので、絶対に食べないって誓ってたのに、なんかお腹がめちゃくちゃ空いてて今日の朝で、なんかもうヨーグルトとパン1枚食べた後にパンが私を見てきたんです。ふみやさん、チンアナゴありがとうございます。タツのお年をありがとうございます。カエルちゃんの21歳の誕生日もお祝いしたいから二十歳もありがとうございます。19歳と364日おめでとうございます。ありがとうございます。もうめっちゃ後悔、反省。アークさん、ハートありがとうございます。じゃあ19歳にいろいろあったことをちょっと話す配信しようかな。楓全然飲んでなくない？その打ち上げみたいなテンションじゃないの？確かに水飲んでないけど。今日アークさん、ハート100個ありがとうございます。明日は配信しますよ。それはね、明日は生誕定期で配信しようかなって思ってます。和夫さん、花束ありがとうございます。これは水です。お水です。あ、こぼれる。すみません、お酒飲みながら見てますって。結構早くから飲むんですね、6時40分。でもたまにお父さんもなんか夕方とかから飲み始めてる時あって、なんか
信じられないと思うんですけど、なんかやっぱお酒って水分と違うんですかね。なんかみんな2杯とか3杯とか飲むじゃないですか。まあ5杯とか6杯飲む人もいるじゃないですか。なんか1回の打ち上げとかそのご飯でお水そんな飲まなくないですか。だからあんまり感覚が分かんなくて、なんか1缶、ビール1缶とご飯じゃなくて、普通の食事はまあお水1杯か2杯にご飯じゃないですか。でもそれ昼から、昼っていうか夕方から夜中までお父さん飲み続けてるんですけど、タプタプじゃないのかなとかなんか水分取りすぎて大丈夫なのかなとか、なんか水分とは違うんだっていう風に思ってるんですけど、まあ、それがもうちょっとでね分かるということで、まあ、あんま飲まないと思いますけどね。お酒はむしろ体内の水分が減ります。へえ。何から飲み始めますか。いやーでもあんま飲みたくないんですよね。なんか太るって聞くし、むくむって聞くし、あの正直なんか炭酸もあんま飲めないし、苦いものもあんまり好きじゃないから、たぶんブワーってならないと思うんですよ。だからあんま飲まないと思うんですけど、一番最初はなんか弱々なやつにしようかな。あ、友達が、その周りの友達、その同期に同級生がいないから、そのあんまりはなんか同級生がいないから、結構周りの誕生日に敏感になっちゃうんですけど、そのどんどん二十歳になってくから、多分次からは21とかだから、あんまりなんかそんな敏感にはならないと思うんですけど、すぐなんかお酒飲んだのって聞いても、あんま飲んでないよっていう人もいたら、なった瞬間飲んだよっていう人もいてとか、結構そっからなんか普通に疲れた時とかに普通に飲むみたいな人もいて、あ、へーってなる。だあんな一緒に勉強とか授業してた同級生の中でまだ飲めない人ともう飲める人がいたり、4月生まれの友達がいて2月生まれの友達もいるから、めっちゃ不思議な感覚ですよね。私は真ん中ぐらい、まあでも早い方か、4月から3月だと早い方か。まあでも19歳は何があったかなって振り返りますかね。うん、年齢確認されたら何見せるの年齢確認されたら保険証。24時間テレビ見てます。あそうか、今24時間テレビ今日から。いつもなんか私誕生日といつも24時間テレビが一緒なイメージがあります。小雨降ってるよ。降ってないかな、今見えた、見えてないか。20歳になっても80歳になっても応援します。ありがとうございます。ミッキーはいるんだけど、ここ止めたから見えなくなった、みんなから。あ、そうだ、猫の恩返し昨日ありましたね。もうめっちゃ面白かった。なんかその猫の恩返し終わった後にジブリのなんかヒロイン紹介みたいなのが流れてたじゃないですか。それがめちゃくちゃ嬉しかったです。なんか久しぶりにジブリにめちゃくちゃ触れたような感じがして。北さん
ありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。すごかった本当に。なんか千と千尋の神隠しもそのそこそこっていうところを切り取ってくれて、切り取ってくれて誰って感じなんですけど、切り取ってくれてって放送してたり、なんかおにぎり食べるシーンの時にちゃんとそのそこの音楽が流れてたりするのも良かったですよね。猫の恩返しはファンタジー要素強め。ひろたんさん深夜の号ありがとうございます。でもなんかなんだっけな、あ、エデンさんかわいい、ありがとうございます。なんかなんだっけ、猫の恩返しは耳を澄ませばの主人公の子が書いたお話みたいなのを言ってましたよね。日の当たる坂道を自転車で駆け上る、ラララララ口ずさむ唇を染めてゆく、君となくした幸せ。あ、コメント、かえちゃんは猫と話したことありますか？猫と話したことないです。しずくが書いたお話、あ、そうそうそう、倒しじゃなくても大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。あんまりそこにはこだわってないか。なんか押したい時に好きな人を押す方が絶対楽しいと思う。なんか義務感で押さなくていいと思う。私はだんだん多分自分が応援大変になってきちゃう。カントリーラーこの道ずっと行けばこの街に続いてる。あ、歌ったらダメだよね。そういえばダメだ。友達とリモート飲み会とかする。あ、いつかするかもしれないですね。風立ちのめっちゃ楽しみ。来週ペンギンと話せる。あ、ペンギンとはペンギンとはちょっとあれはネタですが、まあ話せるから。カントリーロー、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。宇宙人見たことある？いやあるって言ってもなんかもうみんな信じてくれなくて、だからもう諦めたけど、諦めた、見たことないって言おう今度から。見たことないです。ビョンジュさんハートありがとうございます。ジブリってなんで女の子主人公が多いんだろうね。確かに。まあでもディズニープリンセスみたいな感じなのかな。いや、わかんないけど。まあ確かにそうですね。謎の長老さん、かわいい、ありがとうございます。耳を澄ませば実写化するんですか？楓ちゃんジブリ顔。なんかすごいびっくりした。なんかでも昨日のインスタのストーリーで質問コーナーしたんですよね。その時になんかめちゃくちゃ昭和っぽい昭和集がするって書かれて、で私すごい昭和の曲がすごく好きだったし、その現代っ子みたいなところは正直自分でもないって
と思ってて、あんまりその流行とかも知らないし、 TikTok とかも全然見てないし、なんかあんまり本当に分かんないことばっかりなんですよ。でなんか私がもう大学生の年だからかなって思ってたんですけど、割とこう周りの子たちも、周りの大学生とかは結構なんだろう、現代っ子、やっぱ2000年代生まれだからなのか分かんないですけど、そういう子が多くて結構楽しんでる大学生活とか多くて、あんまりそういうなんかファッションとか美容とかもあんまり分かんないなって思って、まあ別にそれが昭和ってわけでもないんですけど、なんかまあ確かに自分でも別に現代っ子だっぽいとは思ってないなって思ってて、それで答えたらそれにもコメントが来ました。確かにみたいな。北さん、クラッカーありがとうございます。もかちゃんに人見知りする？もかちゃんさんはあんまりしないかな。もう結構めちゃくちゃ話してるかな。なんかもう普通に仲いい先輩っていう感じです。やっぱ前はもかさんっていう感じで、やっぱアイドル中のアイドルみたいな感じだし、でもなんか結構喋る機会が多くて、で一回そのもかさんに私が9周年の時にその自分ができるって思ってたわけじゃないんですけど、やっぱり昇格なかなかできなかった時に、なんかその期待してたからじゃなくて、逆にもうなんかここでできなかったら何を頑張ったらいいのか分かんなくなってしまった時に、すごくもかさんが声かけてくださってめちゃくちゃ話しました。その時に一緒にっていうか、もかさんみたいな方にすごく選抜なんか一緒に入りたい、一緒にっていうかなんか、なんでって正直そう思ってたから、まあそれから少し経って君どこ二人とも選抜に入ることができて、自分の選抜入りもすごい嬉しかったけど、何よりなんかもかさんが入ってること自体、もかさんが入ってることが嬉しかったです。楓ちゃんの趣味や最近ハマっていることを教えてください。誕生日おめでとう、ありがとうございます。最近ハマってることは、最近テレビで YouTube とか動画 U-NEXT とか、まあそういう系が見れるリモコンを買ったんですよ。そこからなんか携帯で YouTube 見るってなるとそれしかできなかったんですけど、テレビで YouTube を見るってなると朝からずっとつけっぱなしで、こう YouTube で音楽かけっぱなしにできたり、 YouTube を流しながらなんかゆっくりできる時間が増えてすごく良かったなって思ってて、ハマってるっていうかそんな感じです。便利。楓ちゃんはお昼の何時頃に生まれたんですか？お昼の1時2分だそうです。私もずっとテレビでアイドルの MV 流してる。ねえそうなんだよ、ねえそうなんだよって知ってるみたいな。ねえわかる、その気持ちわかる。 YouTube 見ながら携帯触れるの、そう、それがすごくいいです。誕生日おめでとう、ありがとうございます。
1時2分はイニーやん確かに、うわー絶対それだ。そのために1時2分に生まれてきたんだわ私。仕事終わって帰ってきました、お疲れ様です。お仕事、確かにイニーですね。雰囲気変わった。そうかな。うん、何時まで、意外と早い時間から始めちゃったから6時半、7時半、8時半、まあ9時、7時半、2時間、1時間半とかできたらいいなって思って。でもなんか結局2時間くらい喋っちゃいそうだから、まあ、予定は6時半、7時半、8時半とかかな。10代の楓ちゃんに出会えたことは僕の宝物です。ありがとうございます。こちらこそです。やってみたかったバイトやお仕事、バイトはマクドナルドです。昨日10時ぐらいまでって言ってたからめっちゃ早く始めるやんと思って。そうなんだよね、なんか10時、そうなんだよね、なんかメールのこと考えて10時に終わろうかなと思ってずっとやるって言ったんですけど、ちょっと早めに始めすぎちゃったので、まあ8時半、明日するからね。正直今日は別に誕生日じゃないから今日そんななんか誕生日配信みたいな感じじゃなくて、明日やるからっていう気持ちなんですよ個人的に。スマイルくださいって言われたら、明日の部活応援してほしい。明日部活？日曜日？あ、試合とかかな。頑張ってくださいね。キルフェボンのケーキ買ってあげたい。あ、なんかキルフェボンって聞いたことあるよ。買ったことないけど。ヨッシー06さん、ケーキありがとうございます。え、スマイルくださいって言われたら今品切れですと答えてたほんまに？それめちゃくちゃおもろいね。ヨッシーさん、金魚鉢ありがとうございます。誕生日の予定は、誕生日はまあ夜くらいに配信できたらいいかなって思ってます。なんかあんまり今日あんま誕生日じゃないから普通の配信しますかあ、でも10代を振り返ろう、19歳を振り返ろう配信だ。なんか寒くなってきた。なんか届いた。ていうかなんか切っちゃおうかな。あ、寒くなってきた。よいしょ。あ、19歳は、なんか何があったかなまず誕生日の時、去年は言ってなかったんですけど、はるたんさんが当日お祝いしてくださってまして、当日お祝いしてくださいました。22日で、次の日は愛理と聖がお祝いしてくれてましたね。去年愛理と聖でそのケーキを買ってくれてお祝いしてくれました。で、当日、あ、そう、当日
ハルタンさんにもお祝いしてもらったんですけど、その前日21日が青春体育部の収録かなんかで、あ、前日じゃないかも、結構近い日かぐらいに、あのそのなんだっけ、青春体育部の収録があって、でなんかもうちょっとで19歳になるんですよみたいなのを、なんか小田さんとその行きの車で、その青春体育部撮影場所の行きの車で喋ってて、そしたら小田さんがこう私の最寄り駅までケーキを届けに来てくださって、まあお家とかまでは来てないんですけど、そのケーキを届けてくださって食べましたなんか なんとか食べれるって LINE してくださって、何々食べれるみたいな LINE してくださって、そしたらケーキを届けてくださって、めちゃくちゃ美味しかったです。なんかどこのケーキですかって聞いちゃうくらいめちゃくちゃ美味しくて、でそれがあって、まあでもそっから何があったかな何かあったかな、8月はまあでアットジャムとかもありましたよね、8月。でもその時まだ18歳だったか、その時18歳かまだ。お、今小田さんがツイッターで復活の報告した、あ、よかった、そうなんですね。だんだんこうかかってしまってたメンバーたちが復活していってるのを見て、すごく嬉しいというかホッとするというか、りなちは LINE したんですけど、やっぱ先輩とかにはねなかなか LINE できなくて、なんかリミカとかも LINE したんですけど、やっぱ同期は LINE だとやっぱ文章だからね、元気だよって言われたらそうかってなるけど、会ってみないとね分かんない部分もあるしね、きつくても元気だよって多分言うと思うし、だからすごく昨日リナチとかも配信してて安心しました。なんか19歳は結構いろんなイベントに出させていただく機会が多かったかな。なんか18歳もなんかそうですね、なんかうん、確かに19歳は 3-2 と君どこどっちもあったかな。18歳の時にでも 3-2 は選抜入らせていただいたんですけど、3-2 ではやっぱりあんまり活動ができなくて結構いろいろ後悔してたんですけど、君どこでは頑張ろうって思ってたんですけど、イベントには結構なんか出させていただくことが増え、その入りたての時とか1年目の時はよりは増えたかなって思います。9月、10月、11、あ、そうですね、なんかこけら落とし公演の時にメロンジュースをあかりさんとダブルセンターでさせていただいた時はびっくりしましたね。全員いる中でなんかセンターっていうポジションは数人しかできない中で一曲そういう曲を与えていただいたっていうのはすごく嬉しかったです。ポジション的にメルさんだったかな、だったと思うんですけど、でもそのちょっと推しがミオさんだったので、なんかこういう景色だったのかなとかいろいろ考えたり、衣装もその本物の衣装を着ることができたのですごく嬉しかったです。あとは七色公演が開催されることになって、それでなんかなんか18歳の時はザライブがあったんですよ。ザライブで結構なんか、あ、歌うのってこんなに本当は難しくて、
こんなに楽しいんだなって思うようになって、なんか泣きながら微笑んでをずっと歌ってきたんですけど、17歳と18歳はあんまりなんか楽しいっていう感情ではなくて、毎回緊張してたし、うまくやらなきゃいけないっていう気持ちの方が大きくて、それでなんかいちいちなんか泣いたりしてて、あんまりうまくできなかった時は、ですごい弱かったんですけど、でもなんか18歳の時に、まあ17歳の時もザライブありましたよね。あ、なかったか。あ、18歳と19歳かな。18歳くらいの時にあのザライブがあって、結構その歌、その先生もかえちゃんは結構変わったみたいに言ってくださることが増えてっていうか、結構この間って言ってもだいぶ前なんですけど、前の一個前のボイトレの時もそのザライブが始まって歌い方とか歌声とか結構変わったメンバーだと思うって言ってもらえて、あんまり歌は得意じゃなかったんですけど、でも好きで頑張りたいって思ってたんですけど、どうしたらいいかわからないっていう中でザライブは結構大きなものになったなって自分でも思ってて、まあそれはでも18歳なんですけど19歳の時に七色公演が始まって、なんか研究生なんだけど、なんかそのチームのメンバーとして出るっていう公演が最初は感覚が難しくて、あ、りょうさんハートありがとうございます。もともとの脳内パラダイス公演をさせていただいてたんですけど、それは結構なんかその研究生としての公演だったから毎回出させていただいたりしてたんですけど、なんかチームを組んでやるっていうのが初めてだったので、どういう風になるのかなって思ってたんですけども、なんかチームグリーンは結構最初はなんか先輩と後輩っていう風になってたんですけど、一番先輩後輩があるグループだったんですよ。その5期生半分と先輩半分みたいな感じで、でも MC とか毎回の公演を重ねていくうちに結構そのチームグリーンみたいな感じになっていて、サナの卒業公演とかも、卒業公演じゃないか、卒業公演の前日のグリーンチーム公演とかもあったりして、結構なんか楽しかったなって思うんですけど、その中でなんかなんていうのな、なんか全体曲があったんですけど、そこでなんかセンターさせていただく機会が増えて、最初は、まあ、自分に自信がないからなんですけど、なんかマネージャーさんの打ち間違いだと思ってて、キスマチのセンターもあるし君好きのセンターもあるんですけど、これ誰か間違ってますかみたいな聞いたら、いやそれはやってほしいから入れたんだよって言ってくださって、あめっちゃ失礼なことしたなって思ったんですけど、でもなんかそれくらいなんかなんで自分がっていう気持ちの方が大きかったんですよ最初。まあでもだんだんなんかいい意味でなんか慣れてくるようになって、頑張らなきゃいけないっていう風になってきました。ひろたんさんハート100個ありがとうございます。七色公演までも無観客公演をしたり、新しくファンの方を入れて公演をしたり、なんかいろいろあったなって思います。あんまり本当にセンターとかなったことなかったし、だから本当になんかなんでだって思ってしまうことも正直あったんですけど、メロンジュースもダブルセンターでさせていただいてたので、もう不思議というかの気持ちが大きかったんですけど、まあありがたいなって思ってました。あ、めっちゃお腹空いてきた。
はい、あ、なんだコメントを読む。うわー、なんか飛んだページが。難しい、ショールーム変わった。今 DMM で700公演見てる、見放題なんだがおすすめ公演ってある。グリーンチームです。グリーンチームのサナの卒業発表の次とか、サナの卒業公演の前日とかも結構おもろいかもしれないです。なんかボロ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 泣いちゃってるかな。あとはコント劇ね。コント劇コメントもにもあったけど、コント劇はでっかいですね。コント劇は、え、コント劇って19歳の時だよね。そうだよね、だって10月くらいに、そうかそうか、めっちゃ覚えてる。なんか飯野さんに初めてお会いした時に何歳って聞かれて19歳ですって言って、あ、でも私19歳成り立てですって補足した記憶がある。なんか見えないって言われるのがめちゃくちゃ苦手で、自分がその見えないって言われても何て言ったらいいか分かんないし、その見える見えないはそのあなたのなんか個人的な感情だと思ってしまうから、私見えないって言われる前に、あ、でも18歳、19歳になったばかりで昨日までは18歳だったしでしたみたいな、あ、昨日じゃない、先月とこまでは18歳でしたみたいな補足した記憶がある。本当劇は本当に大きかったですね。あ、3位で入らせていただいてありがとうございました。本当にびっくりしましたもん。でも結構その第2章とかで結構重要人物っていうか、レミちゃんは、うん、そのコント劇っていうのは HKT48 と大人のカフェさんっていう方々がいるんですけど、その大人のカフェさん3人の方とコラボしてこうステージ舞台を、コント劇っていうものをこう4日間何公演かさせていただいたんですけど、そのクリスマス公演とか忘年会のやつとか、あと凱旋、福岡凱旋も含めて、コント劇は自分がめちゃくちゃなんか今の自分になれた？だと思います。結構その前まではなんか求められるものに対して猫かぶってたし、うん、そうですね、公演とかも MC とかもあんま喋れなかったりそのしてて、今は結構なんかコント劇があったからっていうと大げさに聞こえるかもしれないんですけど、でもそれくらいファンの方に、私のファンの方もそうだし先輩方のファンの方にも、あ、こういう子なんだって思ってもらえる機会がになった分、あんまりなんか緊張せずにいろいろガンガン言えるようになって、 MC とかも特にそれで結構なんかコント劇に関わってなかったメンバーとか、こうコント劇を見に来てなかった、まあコロナ禍とかもあったのでメンバーとか、あとそのまあコント劇を見ていない方々からしたら、あ、どうしたんだあの子みたいになると思うし、メンバーも結構なんかあんまりふざけるタイプではなかったり、楽屋とかでも全然喋んないタイプだと思ってると思うんですけど、まあ、もちろんその通りなんですけど、でもそういう新しい自分とかなんかもともとあった自分が出せたのかなって思いました。はい、コント劇はそうですね。はい、楽しかったです。本当に終わりたくなくて、
こう凱旋がある、なんか毎年あるからあると思うけど、まあ今年は時期的にちょっと分かんないよねみたいな感じの話をしてたので、東京の最終日にあもうこれで最後ってこともあるなって思ってたから、めちゃくちゃ泣いちゃって、本当に終わりたくないというか、おここにずっといたいっていう。本当に無理しないで喋れたし、緊張せずに喋れたし、はい、幸せでした。なんかアドリブ入れ放題だよみたいな言われたんですよ、最初の初日の前のなんか稽古で。この時劇ってなんかもう入れ放題だよみたいな、アドリブ入れ放題だよって言われたんですけど、アドリブなんて入れれる暇ないだろうって、自分が、先輩はいっぱいやってるけど、でもなんか気づいたらアドリブ入れたりとか、急に関西弁で喋っちゃったりとか、変な人打っちゃったりとかして、加賀さん殴っちゃったりとかして、結構とか気づいたら私ジャスティスしてたりとか、江戸晴美さんしてたりとか、もう本当にやりたい放題させていただいたなって思います。あとはコント劇とカウントダウン TV かな。まあカウントダウン TV はテレビ、指原さんの卒業前の M ステに加入してすぐに出させていただいて、まあこんなね高校生以上ということで出れたんですけれども、こんなことがあるのかって思ってたんですけど、やっぱ一番後ろの列で飛ばないと見えない、跳ねないと見えないっていう状況で、ファンの方もすごく頑張って探してくださってて、でも M ステにこう出させていただけたっていう事実が本当にすごかったんですけども、今回は自分の歌割りがあって、自分の抜かれるなんていうんだろう、ポイントっていうかシーンがあって、メンバーとして選んでいただいたということで、結構大きかったなって、大きかったなっていうか大きかったです。さくらさんとテレビに出たっていうことっていうか、経験は忘れてはいけないなと思うし、まあそのテレビだけじゃなくて、最後にこう配信とか放送が全部終わってから、さくらさんが HKT は今君とどこが行きたいという曲も新曲として出してるので、たくさん聴いてくださいってさくらさんが言ってくださってる姿とかもこう直接見ることができて、ありがたかったし、すごく刺激になりましたし、NMB48 さんって結構テレビとかいっぱい出てるイメージがあるんですけど、めちゃくちゃすごくなんかこんなつい最近昇格したばかりの一番後輩に、私ももちろんしたんですけど、挨拶してくださ返してくださったりとか、こう楽屋から出るとき、楽屋が隣だったんですけど、こうなんか開放的な楽屋だったんですよ、結構なんか部屋っていうか結構開放的な楽屋で、こうま、この状況だからか分かんないですけど、結構通ったら人見える感じの楽屋で、最後にすごくお礼して出て行かれる姿見たりとかして、すごいなって思いました。そう、当たり前なんだろうけど、なんか改めて見るとすごいなと思いますよね。ピューロランドでキティちゃんやシナモンと共演した
そうなんです、ポチャッコと私は歌いましたね。葵さんが投票してましたって言ったら、わーってポチャッコが言っててめっちゃ可愛かったです。トリマ集合もあったね。そう、トリマ集合配信もありましたね。ホワイトラブね、あんなに高い声で歌、結構カラオケとかでなんか私結構なんかもうあの場にいたの多分リミカくらいしか一緒にカラオケ行ったことあるメンバーいなかったんですけど、本当にめちゃくちゃ叫ぶ感じで歌うんですよカラオケで。でも人前であんなに歌ったの初めてだったんでびっくり、自分でもびっくりした。気まぐれロマンティック、あーそう気まぐれロマンティック、あ夢日和も歌った、あと年下の男の子も歌った。年下の男の子がで、あのなんて言うんですかね、優勝みたいな感じで、優勝みたいな感じになりました。ロマンティック、恋のアンテナは歌ったダメだ。夢日和は本当に大好きすぎて大好きですね。年下の男の子、あ MVP だ、そう MVP でした。プレゼントはお菓子とかゼリーとか、ゼリーはまだなんかちっちゃめのゼリーが5個ぐらい入っててまだ冷蔵庫にあります。11月とかまで食べれるからまだ全然食べてない。おこんばんは、おこんばんは。個人的にはダンシングヒーローが印象に残ってる。あーえ、あれも19歳か。なんかニコ生を配信したんですよね、ニコ生さんで。あれ何の時だっけな、ダンシングヒーローは新年、あ違うか、なんか同期でやりましたよね。あれ何だったっけ、あのなんかカラオケ2回くらい、2回目は覚えてる、あのさくらさんとなこさんが復帰される HKT 復帰される発表の時だよね。シングルのシンデレラとか UFO とか、あ前夜祭だ、9周年の前夜祭だ、前夜祭だあの一人で歌ったのは、あ一人じゃない、3人で歌ったのは私がさくらんぼ歌って、愛理が縄跳びして、ひじりがツッコミっていうかなんかやったんですね。にゃんこスターさんを愛理とひじりがやってくれて、私がさくらんぼ歌って、最終的に私もこれやるっていう、まあ、コントみたいな感じのことをして、で自分が踊ったのはダンシングヒーロー、愛理がダンシングヒーロー踊ってる中で、でるてて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 、楽しかった本当に、ダンシングヒーロー本当楽しかった。かえひじちの組み合わせおもろい、なんか同期の中でひじりとあいりとは一緒にふざけられる仲っていうイメージがあって、そういうダンシングヒーローとかもだし、あとなんかなんだろうな、MC とかも、まあ、K4 さんの MC3 人で一緒になった時とかも結構なんかね、結構なんかふざけるじゃないけど、そういうのが結構なんかできるメンバーかなと思います。なんかみんなじゃないけど、なんか流されるよりは突っ込まれる方がまあいいかなっていう感じ。あみんなの方が覚えてるね、2月にバスケもあった、そうバスケライジングゼファー福岡さんに呼んでいただいて、バスケの試合を見学させていただいたんですけど、なんていうんですかね、チアダンスの方々と すごくリハとか、なんだっけな、あれ本番とかで
なんかイベントで企画させていただいたのが楽しかったし、個人的にバスケをやってたっていうところもあってめちゃくちゃ面白かったです。もう本当に楽しかった。バスケはもう一生見ていたいですよね。バスケってやっぱ、あ、ドリブルゲームした。なんかあれから質問コーナーとかをやるようになって、あれからっていうかあの後に質問コーナーをやるようになってやってた時に、ララさんっていう方がこう DM っていうかくださって、こうお互いフォローしてし合ってたんですけど、その時のご縁で、そう、それで結構いろいろ喋るようになって、またなんか一緒にまたバスケ見に行きたいなと思います。お仕事とかで。北さん、だるまありがとうございます。あとそれで言うと野球も見に行かせていただきました。まさかのペイペイドーム、あんなに全速力で走ったことなかった、まあそりゃそうなんですけど、なくて、めっちゃ緊張しました。こけたらどうする、どうしようって思ったし、そのリハっていうか、その上から走ってる姿を見てたんですけど、あ、私あんな速く走れないって思ったんですけど、なんとかなりました。踊れるかな、それ。あ、もう忘れちゃいました。ペイペイドームに行けたっていうのはすごいなって思います。そう、ラジオさせていただいて、私はさせていただいたわけじゃないんですけど、少しだけ出させていただいて、なんか本当にお仕事っていう感じで、もう一日中背筋がピーンって伸びっぱなしだってで、伸びっぱなしで、もう帰りクタクタ、そのめちゃくちゃ踊ったわけでもないし、めちゃくちゃ喋ったわけでもないのに、なんかもう、はぁ、終わったってなって、もう緊張が急にはぁってなりました。裏話で言うと、ケータリングに置いてあったプリンがなんかトロットロだったんですよ。トロットロだったのかな、トロットロで、確かなんか ミクさんプリン好きなんか知らんけど3つくらい食べてました。リキヤさん、金魚ありがとうございます。あ、クラッカーもありがとうございます。あとはバリハヤジップさんのにも出させていただきましたね。バリハヤジップさんは石をこう積むゲームをして、そう、楽しかった。結構なんかコメントっていうかとかで、なんか最終的になんかナッピさんとミクさんで戦わせた方が良かったみたいに言われたんですけど、あれはなんか台本とかも本当になくて、個人的にすごく、あんまりこうなんかちゃんとなんていうんだろう、青春体育部はめちゃくちゃバラエティっていうよりかは、なんかなんていうんだろうな、運動とかだし、あんまり出たことがないから、なんかそういう結構コメントが求められるっていうか、一回一回すごくリアクションができる、そのリアクションができる場所みたいのがすごく楽しくて、めっちゃ緊張してたんですけど、そう、ちょっとなんか楽しくできたなって思います。そう、まあ私がね最終的に残ってしまったのは本当に、まあ先輩方を好きな方々の方が多いですから、すごく申し訳ないんですけど、でもそういうコメントも胸にしまいつつ、今度もし出れた時は、まあ
ね、頑張ってもっと頑張らなきゃなって思います。はい、あ、宗像フェスね。宗像フェスも出ましたね。宗像フェスの花火作らせていただいて、高校生の方がこうデザインした花火を日向さんとまどかさんと私でこう作らせていただいたんですけど、あれはなんかもう半日1日かかるよみたいに言われてて、結構構えていったんですけど、割と1時間くらいで終わってえっってなったんですけど、めちゃくちゃ山奥まで車で行って、なんて言うんだろうな、花火こうなんか詰めたりするところからやったんですけど、あ、そういうところもめちゃくちゃ楽しかったです。あとはそう、宗像フェスは16人じゃなくて君とこ選抜の24人で出させていただいて、結構いろんな曲やったんですよ。オネストマンとかもやったし、本当に結構いろんな曲をして、めちゃくちゃ汗かくかなと思ったら、なんか風がビュンビュン吹いてて、一曲踊るごとになんか汗乾くみたいな感じで、でも楽しかったですね。配信された時にみんなが見たよって言ってくれて嬉しかったです。なんか24人で出れたっていうのが結構大きかったなと思います。そう、船の前で踊ったんです。あ、コンサート、うん、あ、そう、船にも乗ったんですよ。で、なんか運転席みたいなところも入ったんですよ。で、その今度旅行くときは言ってくださいねみたいな言ってくださって、えーってみんなで言ったんですけど、なんか船がめっちゃ、もうなんか船ってこう穏やかに揺れるイメージがあるんですけど、やっぱ海に浮いてるだけあるのか、意外と乗ってみるとめっちゃ揺れるんですよね。で、なんか全然動いてないんですけど、めっちゃ楽しいってなりました。確かにいろいろありすぎましたね。いろいろありますね。あとはコンサートと6月、5月と6月にコンサートがありましたね。7月もありました。待って、その前なんかあったかな、漏れてない、大丈夫。あ、 JR 九州の鹿児島、 JR 九州鹿児島もめっちゃ楽しかったです。まあでも結構思い出したらいろいろあったなと思いました。昇格君どこ、そうね、それも大事だ、めちゃくちゃ大事だね。ノンパル千秋楽、そうですね、サナの卒業公演もありましたね。卒業公演は初めてだったんですよ、同期からの卒業公演が。はるちゃんの時、工藤遥香ちゃんも一番最初にこう卒業しちゃったメンバーがいるんですけど、工藤遥の時に配信、その公演ができないっていう状況だったので配信をさせていただいたんですよ。で、それも先輩も一人もいない5期生だけの配信っていうことでいろいろさせていただいて、半分に分かれて、はるちゃんとの思い出を語る組とピースをどんどん埋めていく組っていう風に分かれて、そう、最後めっちゃ泣いちゃったんですけど、なんか若いながらにいろいろ考えてたんだなって思って、私もはるちゃんがショールームで卒業発表する前から学校大変とか聞いてはいたんですけど、あんまりなんかこう、はるちゃんって多分そういうの見せないからなんか結構笑顔だったんですけど、あんまりね、なんか
絶対大変だったと思うし、決断も、うん、まあ、でも本当にいい思い、いい思い出っていうのはあれなんですけど、いい思い出でした。サナの卒業は逆に公演でできたんですけど、大好きな人っていう曲をフルでさせていただいて、全員ではで、キュウリイオリとキュウリって普通に言ってた、イオリとリナチとサナの3人で曲もやってて、なんだっけ、ハート型ウイルスだ、ハート型ウイルスやってましたね。なんか私最後にサナが卒業発表した時に、最後そのいろいろコメントを言う人だったんです。コメントっていうか、そのお見送りさせていただきますっていう言う人だったので戸惑ったんですけど、アンダーで出させていただいた公演で、夏みかんさんの卒業発表と、あとバックダンサーで出させていただいた時のあまねさんの卒業発表を直接聞いてたから、その時のこうなっちゃんさんとかはなさんとかのその反応っていうか、この最後に残すコメントみたいな、こう何も言わずに最後するより、こう何か一言、サナ以外の人からもコメントがあった方がいいのかなとか、みんなが泣いてる中、なんか私それしか逆になくて、なんかすごく泣いてないじゃんみたいな思われてたら申し訳ないんですけど、でもなんか意外と結構いろいろなんか考えさせられるというか、そういうところでなんかパッてコメントが言う時も急に来たりするんだなって思って、めちゃくちゃなんか普段何も考えてないわけじゃないけど、普段から誰かの卒業発表を見張るわけでもないので、それでこうなんかいろいろ考えました、あの時は。あとサナの卒業公演の時もいろいろ最後言葉でなんか締める時にめちゃくちゃリノとかが相談乗ってくれて、サナがこれから自慢だったと思えるようなご帰省になりたいですみたいな言ったんですけど、まあそれが正解だったか不正解だったかは分かんないけど、あの時の自分の精一杯のコメントは残したのかなって思います。あとはまあそれからちょっとしてノーパラの千秋楽があったんですけど、あの時はもう気持ちがぐちゃぐちゃで、正直自分はその昇格させていただいたんですけど、なんかみんなでっていう気持ちがなんかまだ正直ちょっとあったので、なんかっていうのと、なんか発表もその皆さんの前ではなくて、そのツイッターでだったっていうのもあるし、なんか結構気持ちがぐちゃぐちゃの中、何回か公演してすぐ千秋楽って感じだったと思うんですけど、まあ、あの時はみやびも一緒に来て、コメントを最後に言ったりしてて、一人一人が結構なんか今の自分を結構語る時間があってよかったなと思います。そう、千秋楽で書いたメモが、千秋楽でアンコールで履いたズボンにこう自分が読んだ後にこうしまうじゃないですか。でこの間のまどかさんの卒業公演くらいの時に、お昼かな、ポッケから出てきたんですよ、それが。でなんか見て見ぬふりしちゃった自分で、あってなって、ポテちゃんさんハート100個ありがとうございます。熱くなってきたなんか熱いんだけど、喋ってたら熱くなっちゃうね。なんで聞いてくれないのよ。
とダメだ。水を飲みます。しおさんハートありがとうございます。うん、まあ今なんか同期の中で数人が先に昇格したっていうことの意味を、なんかその時はその意味をそのなんていうの考えて結果に出せるように頑張りますと言ったんですけど、自分的にはなんかその自分で自分のことあんまり見えないっていうか、考えながらやってるつもりではあるけどっていう気持ちもあるんですけど、しおさんハートありがとうございます。先輩の中で埋もれないとか先輩の中に馴染めるようにとかじゃなくて、なんかもう突っ走っていかないといけないと思うんで、あんまり考えすぎずに頑張っていきたいと思います。ハート100個ありがとうございます。りょうさんハートありがとうございます。うん、そうですね。あとは君どこの選抜発表もありましたね。君どこはその1月くらいには聞いていたんですけど、やっぱりコロナ禍で結構まどん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 見送りになっていく中で、本当に選抜なのかなとか、この期間に結構なんか選んでくださった方々の気持ちが変わってたらどうしようかなとか、いろいろ考えたりもしたんですけど、なんかもう本当に当たり前じゃない環境の中で22人選抜っていう初めてのことに選んでいただいて、こうみずほとツバメでこうなんか先輩と若手っていう風に分かれて、うん、ポジション知ったのは MV 撮影の前には知ってましたね。なんか前の日とかではなかった気がします。数日前、なんか今回の MV 全員で MV 撮影っていうよりかはなんかシーンごとで日付が分かれてたから、なんか私は数日前だったかなくらいだった気がします。あ、前日だったかな、いや数日前だったかな。マサラッキさんハートありがとうございます。そうですね、今回はなんか1列目っていう立ち位置をいただいて、なんか本当にめちゃくちゃ考えたんですけど、そうですね、そうです本当にいろいろ考えまくりましたね。みずほになって、なんか 3-2 の時は正直ついていくのに必死だったし、自分のことしか正直考えれないくらいいろんなことが淡々と過ぎていくし、 MV 撮影も初めて、 MV 撮影自体は初めてじゃないんですけど、選抜としての MV 撮影は初めてで、これが自分たちで作り上げたのが世に出るのかっていう感覚とか、なんか選んでいただいてる、誰かに見ていただいてるっていう感覚とか、なんかそうですね。でも本当に分かんないことだらけだったし、まあ、それが言い訳にはしたくないんですけど、でもなんか一番後ろの列でこうなんか責任みたいのが多分感じなきゃいけなかったんですけど、選抜なので、でもなんかそれより自分のことしか正直考えられてなくて、あの時はあんまり SNS 苦手だからこの自粛期間うまくいってないなとか、なんかできて
選抜としてなんかできてんのかな、あ全然できてないなとかそういうことばっかり考えてたんですけど、君底になってみずほになってなんか先輩がいないっていう状況の中でこうなんか責任みたいのがすごくめちゃくちゃ感じるようになりましたね。自分でびっくりするくらい自分がどう動くかで多分 HKT の印象とかも、まあ、自分が全てそういう力があるって言いたいわけじゃなくて、もう本当多少の責任をたくさん感じて活動していかないといけないなって思いました。うん、めちゃくちゃお腹すきました。すみません今言うことじゃない、なんかあるかな食べるもの。梅干しあるかちょっと食べようかな。梅干し お腹が空いたの。あでもご飯食べたくなってきちゃった。お腹が空いたの。うん開かない。いただきます。アスパうまっ、おいしい。うんうん、これが好き。あ、ふっぱ。梅干しってさ、人前で食べるとき気まずいですよね。なんかお弁当で梅干しあるけど種出すタイミングがよく分かんなくなりませんか、梅干しって。ともっちさんハート100個ありがとうございます。あと2個しかないからな。今食べたら未来の自分が後悔しそう。我慢だ。貴重だからな梅干しは。美味しいから。ああお箸持ってきちゃった。今の幸せを考えるという考えはないかい。だって確かにね、梅干しは酸っぱいのが好き、甘いのが、あ甘いのが好き。一日最高数えたことないけど結構何個でも食べれると思う梅干しは。おにぎりの具は梅おかかです。梅おかかしか勝たん。あ、危ない危ない。あ、カリカリ梅もね、美味しいよね。カリカリ梅って結構お菓子にあるイメージ。ウルトラ三兄弟みたいなやつ。左利きですか？左利き。梅干しは柔らかい方が私は好きかな。やっぱめっちゃお腹空いてきた。やっぱ梅干しじゃ足りないですね人間。結構真面目な話してたところからの梅干しだったから結構みんな
耳キーンってなってませんか？大丈夫ですか？はちみつ味の梅干しも好き。なんか梅干しだけで食べるのがめっちゃ好きで、もうなんかご飯に合わせるのも美味しいし、納豆梅干しもめっちゃ美味しいんですけど、なんかもう梅干しっていうものが好きだから梅干しだけで食べたいんですよ。もう梅を干してくれてありがとうっていう気持ちです。でもなんか梅飴とか梅ジュースとかになるとちょっと話が違ってきますね。そういうことじゃないんだなっていう感じになっちゃう。ご飯から戻ってきた。私にはないのか。あ、そう、余計なことしてないのがいい。そう、あ、梅茶漬けは大好き大好き。梅ご飯好き。あ、なんだっけ、君の子の話だ。元気の子あ、でもなんかもう君の子は結構そんな感じですよっていう感じなんですけど、伝わったかな。本当になんか 3-2 で正直気持ちが落ち込んでて何もできてないから、選抜その三引く人の時も本当に私がっていう気持ちで、だったんですけど、みなぽよちゃんハートありがとうございます。だから本当に今君どこの活動をさせていただく時は本当になんか人についていくとかじゃなくて、自分をしっかり持って頑張って頑張るっていうことを結構君の子の時に決意して、サヒクリの時にすごく一人になったんですよね、自粛期間で。ショールームもなんか Wi-Fi が悪くてうまくいかないし、サヒクリで初めてお仕事させていただいたのが新劇場ができた時に一曲歌わせていただいた時だったんですけど、もう楽屋でもずっと一人だったこともあって結構落ち込んじゃうことが多くて、でもなんかそれも本当にいい経験だったから、君の子はなんか責任を全部感じたいわけじゃなくて、こうなんか自分がグループの一人なんだってこうなんか選んでいただいてる以上は本当に頑張らなきゃいけないなって思うことが増えました。だからなんかコンサートの時とかも結構24人バージョンのになることが多くて、さくらさんとなこさん入れて26人とか、まあこうなんだろうな、まどかさんが出られない曲で25人とか、こういろいろ立ち位置がこういろいろあったんですけど、その時は結構後ろのこととかも多くて、あんまりこうなんだろうな、後ろのこと多かったし、 3-2 とかその前の維新の時のなんか TIFF とかでも結構15番16番手とかの方が多くて、あんまりなんか前で歌うことがなかったんですけど、熊本の時とか、まああとなんかいろんなことでなんかこう歌うことが増えて、でもなんか正直その立ち位置じゃないっていう気持ちもあるんですけど、どこにいてもなんか頑張れる自分でいなきゃいけないし、でもやっぱファンの方に見つけていただきやすくなったのかなっていう面では良かったかなって思ってます。はい、前はね結構後ろちっちゃいのに後ろのことが多くて、 3-2 とかも一番後ろの列でありがたいけども、やっぱみんなには前の方が見やすいんだろうなとか
考えることも多かったから、今回はすごくありがたいですね。頑張ります。めっちゃお腹空いてる。何があるかな。今ねあんま何もないんだよね。キムチとかならあるんですけど、なんかあるかな。ご飯なんかチンして食べるご飯はあるけど、もうなんか作るってなってもちょっとさ、その間離れなきゃいけないじゃん。スープとか飲む。コーンスープとかならあるんだけど、わかめスープもあるけど、わかめスープはでも絶対にネギ入れたいんだけど、ネギをさいちいちこうなんか配信中に切るのもちょっとみんなお待たせることになるしね。その間バンされるかもしれないしね。お腹鳴った。いやでもいいんだ、今日はもうショールーム終わったら食べるんだ。キムチ食べよっかな。お腹空いてきちゃったな。あ、え、食パンあるけどさ、今の時間食パンって食べない方がいいよね多分。みんなどう思う？カップラーメンない。食べちゃえってみんな。優しいね。ティッシュティッシュ。皆さん食パンは何で食べる派ですか？私は今から生で食べます。キムチのせて食べ、でもそれも美味しそうね。あるのかな、なんかキムチチーズ焼きとかありそうじゃないですか。え、いやいいや、めんどくさい。チンしてる間だって待たなきゃいけないんだ。その間にもっとお腹空いちゃうし。お腹空いた本当に。うん、おいしい。生も美味しいですよね。うん。パン箸で食べます。なんかこの状況になってから家でも箸でパンを食べるようになりました。前まで手で全然食べてたんですけど、本当に何があるかわからないので、じゃがりことかポッキーとかもお箸で食べる。最近は、最近っていうかもうここ1年ぐらい。みんなお箸食べない？普通はでも全然手で食べるんですけど、朝とかも
いっぱいお箸で食べるかな。パンは。おいしい。8時になっちゃった。うん、高級食パン流行ってましたよね。流行ってたの？あれは。私今も好きよ。自分じゃ買わないけどね。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。あと何があったかな、この1年は。どうですか、まだ私なんか、あ、おしゃべり会とお話し会オンライン、やっとみんなと話せるっていう感じですね、でした。あ、リクアワとまどかさんの卒業コンサートと、そのお昼のコンサートと、さくらさんの卒業コンサートね、もうなんかいろいろありましたよね。毎月コンサートだった時はなんか覚えることがありすぎて、なんかめちゃくちゃ一回まどかさんのコンサートして、で、さくらさんのコンサートのリハして、まどかさんのコンサートの本番があって、さくらさんのコンサートの本番って感じだったから、どっちも覚えてなきゃいけないっていう状況が一回あった時に頭がなんかパンクしそうになったんですけど、なんかそれがありがたすぎて、モリリンさんハート100個ありがとうございます。なんかなんだろう、普段の公演とかももちろん本当に楽しいし、こうありがたい専用劇場があるから、こうまあコロナ禍っていうのもあるんですけど、そういうのがなかったら毎日できるっていう環境がありがたいんですけど、コンサートっていう大きな会場でさせていただく公演を月に3回もさせていただくっていうのは、なんかもう本当に幻とかだったような気がしますね。でもなんかその中でユニットをさせていただいたり、太鼓をさせていただいたり、さくらさんの卒業コンサートでは5期生とドラフト3期生の方とさくらさんで歌ったり、何の時あれ、さくらさんと一緒にユニットさせていただいたり、制服のバンビか、制服のバンビさせていただいてたりした時は、ありがたい気持ちでしかなかったかな。マンモスね、マンモスチーム H で初めて踊ったのかな、私は。嬉しかった。あれは本当素直に嬉しかったです。あ、タンスね。タンスしましたね。リカワで。久しぶりでしたね。太鼓本当楽しかったですね。初めてやったんですけど、練習の時から腕がパンパンになっちゃって。寝る時に、なんか腕痛いな。なんかめちゃくちゃ腕痛いって思って、最初何のことか分かんなくて、何が原因か分かんなかったから、病院でもないのかなって思ったら、次の日の公演なんかの練習の時にユエルさんとか
リミカとかが昨日の夜腕痛かったって言って、あ、太鼓ねってなったんですけど、みんなに結構ずっと内緒で練習してた時もあったり、本番ですごく驚いていただけたのはすごく嬉しかったです。みなぽよちゃん、ハートありがとうございます。あとは、さくらさんのコンサートの時の新衣装ありがたいことです。すごく可愛くて、自分の名前があって本当に当たり前じゃないしありがたくて、さくらさんの卒業コンサートの時に考えることがたくさんこうみずほになってあった分、後輩に向けてのメッセージがすごくありがたかったし、胸に響いたし、なんか私はまだ5期生だって思ってたんですけど、みずほになってからいろんな責任を感じなきゃいけないんだって、自分もそういうついていくだけじゃダメなんだって思うようになってからいろいろ考えることが増えて、昇格もさせていただいたりしたり、みずほだけでイベントが、まあ、まだ熊本はまだその時はやってなかったんですけど、そういうこともあったり、みずほだけで選抜が作るっていうことがあった分、なんかさくらさんのその後輩が先輩が卒業していく中で不安に感じてるの私は知ってますっていうコメントとかも、なんかまだ5期生だから私は関係ないじゃないですけど、まだ先輩がいるって思ってたんですけど、まあそういうことではないだなって思います。かゆい、ここがここかゆい、かゆい。あとは熊本復興応援ライブは熊本の震災の復興応援ライブだったんですけど、なんだろうな、みずほだけでイベントとかライブができるんだって思いました、あの時は。でもなんかみずほの良さとかみずほだけにしかできないライブをしたいみたいな気持ちは個人的にすごいあったし、リハの時とかもこう今まで遠慮してたっていうのもあるし、やっぱり先輩方が歌ってきた回数の方が多い中で自分がその中に入るっていうことで、まあ遠慮してた分も多い中で、みずほはこういろんなグループさんの曲ができたり、みんな結構初めてだったりする中のリハだったから、こう5期生とかも全然一緒に込みでリハしてるっていう感覚があって、なんか楽しいなって思いました。あとそれぞれセンターがあった、本当にそれはなんかもうなんかここでしかできないじゃないですけど、すごいなって思いましたね。ののかちゃんにも会えた、可愛かった、本当に可愛かった、なんか息が漏れちゃうくらい可愛かった、可愛い。ライブ終わりのシュークリーム、そうライブ終わりのシュークリーム美味しかった、もう差し入れでいただいたシュークリームなんですけど、もう本当に美味しかったです。ミルクっていう感じ、牛乳っぽい感じでたっぷり
ぷりミルクが、もうもうまた食べたいってなった。原口秋政さんにもあった。そう、ホークスさんの時にあのラジオをさせていただいさせていただいたというか、ゲストとして出演させていただいた時に、隣の隣の隣の前の席くらいにいらっしゃって、目と目を合わせて会話をしたっていう事実が個人的にはもうびっくりですね。でその原口秋政さんの携帯で写真を撮ったんですよ。まあ、消してなければ、まあ、まだあるのかなと思って、びっくりですよね。こんなもう優しいなと思いました。もうなんかたくさんテレビに出られてるだろうし、すごく人気でファンの方もたくさん多いだろうし、 なのにこんな私にすごく優しく話しかけてくださって、そう覚えてくださって、覚えてくださるというか、こう目を見て話してくださって、写真もなんかね撮ってくださるっていうのはすごくすごく嬉しかったです。ねえ、いろんなそのラジオの途中でもいっぱいモノマネ入れられたりとかしてて、おーって飲みました。あとはね、まあでも結構大きな1年でしたよね。うん、あと何かあったかなあとはまあチーム H 公演は結構ありました。なこさんとユニットを出させていただいたりとか、リミカの生誕祭があったりとかしましたね。なんか中途半端に食べちゃったな。なんかもうお腹そんな空いてないかも。8時だし。あとなんかあったかな。なんかあったかな。一年でも振り返るといろいろありましたね。和夫さん、ハート100個ありがとうございます。すごいな。あ、鹿児島の女子旅、美味しかった。楽しかっただ。なっちゃんとゲメドコのヨカヨカ、あれヨカヨカ、あれヨカヨカじゃなくて普通の配信だった気がする。あ、だよね、ヨカヨカじゃない。身長は伸びましたか。まあ身長はあんまり気にしてないです。伸びる伸びないっていうのは人生において、こう人って多分人生で何が大事かって人生を楽しむってことだと思うんで、身長はあんまり関係ないかなって思ってます。あと何かあったかな。なんか19歳は本当になんか
まあ18歳の時も、18歳の時が特に自粛期間っていうのがあったので SNS 頑張らなきゃいけないなって思ったんですけど、19歳でも結構そういうこと考えることが多くて、まあいろんな、本当にいろんなコメントが頭に胸に刺さって悲しくなったりしたこともあったんですけど、なんかその方々のためにその方々に今回は良かったよとか言ってもらえるために活動してるわけじゃなくて、こう今見てくれてる、好きでいてくれてる方のためが喜んでくださる姿のためがなんか自分は嬉しいから、そのためになんか活動してるんだなって、なんか結構確認というか改めて痛感する1年だったなと思います。もちろん私もその本当にまだまだ未熟すぎるし何もできないんですけど、できないし人見知りですぐ先輩と話せなくなっちゃったりなんかするけど、ファンの方を大事に思ってる気持ちはに嘘はないというか、それがなんかあんまりうまくいってないって自分でも分かるって言ったらおかしいですけど、まあ本当に思うんですけど、でも、まあ、そうやって応援してくださってる方のために今頑張りたいなって思ってます。本当にいろいろあったんですよ。なんか傷つくことの方が多くて、でなんかまあね、おしゃべり会とか、まあ、握手会もいろいろあったんですけど、まあでもその方のためにやってるわけではないなって思います。自分が頑張りたいこととか、こう素直に頑張らなきゃいけないって思ってます。難しいね、でも、まあ本当暗いしね、人と明るく喋ってこなかった方だし、自分の話しか多分してないし、それがすごい、あ、今日もダメだったなって思う時もあるんですけど、そういうなんかコメントとかたくさんやっぱ SNS 時代だから見れる中でコメントを読んでショールームするのが怖い時もあったし、なんかショールームみんなと喋りたいからやりたいけど、でもやるの怖いなって思って、なんかもう本当に落ち込んじゃう日がなんか続くこともあったし、いろいろあったんですけど、でもなんかパフォーマンスしてる姿、私は何よりパフォーマンス、公演が一番好きだから、そういう公演とかを好きって言ってくれる方とか、こう自分がイベントに出るって決まった時に一番に喜んでくれるファンの方のために活動したいなって思ってます。まあその私はそういういろんな覚悟が、まあ当時17歳だったかはなかったですけど、だんだんこう活動してる上で何を言われるって、こう世に出るっていうことはそういうことだと思うんですけど、まあでも下手したらちょっと今結構重要視されてる、いろいろ傷つくコメントとかもいっぱいある中で、自分はその名前とかも出ないし顔も性格もわからないからいろいろ書けると思うんですけど、こう飛んでくるのは私だけなので、私とかも調べたら親とかもコメント見れちゃうだろうし、私が傷つくのはいいんですけど、親とか友達とかそういう人
が傷つく姿はやっぱ見たくないので、うん、私もそのためにいろいろ頑張らなきゃいけないなって思ってます。うん、まあその暗い感じになっちゃったんですけど、別に友達とかにもちゃんと相談してるし、そのこういうことがあって辛かった、辛いとか相談してるし、自分では結構なんだろうな、どうにかこうにか頑張ってる、まあ頑張ってるって自分では言わない方がいいんですけど、そういうコメントがあっても気にしないでやってるつもりなので、つもりだし、それが全てではないというか、その人たちのためにやってるわけじゃないというか、それをちゃんと吸収して改善するのは頑張らなきゃいけないんですけど、一番喜んでくれるファンの方のためにいろいろ活動を頑張りたいなって思います。うん、何の話やと、ごめんなさい。あんまネガティブなことは言いたくないので、今日でこういう話は終わりだけど、うん、ありがとうございます皆さんでもお手紙とかめちゃくちゃ大事に取ってるし、こうなんだろうな、字幕とかカエルメールの返信とかも全部見てるし、ショールームとかもこう毎回来てくださる方がいたり、新規の方が来てくださるのも本当に嬉しいし、公演もなんか公演が一番好きで、一番好きなので本当に楽しいし、まあたまにはやっぱり、うん、一人をずっと見てる、見れるわけじゃないというか、たくさんうちわを持ってくださってる方になるべくなんか気づいたりとかしてるつもりなんですけど、まあいろいろ失敗しちゃう時もあります。ありがとうございます皆さん、そんな全然大丈夫なんですけどね。まあ今年20歳は20歳はそういうところもなんか大人になっていけたらいいなと思います。いちいち傷ついててもしょうがないんで、はい、ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございます。え、どうする、どういう感じ、なんかちょっともうなんか結構19歳振り返っちゃったんだけど、うん、その感じです。まあこれはでも19歳の20歳の配信では暗くなるから言いたくなかったから19歳に置いてこうと思って言いましたまあ多分人が傷つくとか分かんないんだと思うよ、うん、人間なのに、だから書いちゃうんだと思うよ。でも私は頑張ります。暑いな、ちょっと。え、どうする、明日は何時から配信できるかわからないので、また配信できるなって思ったら、あ、何時から配信しますって言います。19歳でもなんかあんま二十歳になりたくないなと思ってたんですけど、意外とみんながなんか二十歳も19も変わらんよって
言ってたから、まあ安心してます。お酒が飲めるか飲めないか、あとなんか大人扱いされるかされないか結構変わるか。19ですっていうのと20歳ですっていうのとでなんか結構変わりますよね。どんなケーキ食べたのか報告待ってます。わかりました。まさひろさん、ハートありがとうございます。最後に19歳の1年を漢字一言で教えてください。あーいいですね。それなんかちょっとメモ持ってくる。今日何回経つ私。あ、なんか雨降ってるか。はい、一言書きました。今年19歳本当に応援ありがとうございました。明日で20歳になるんですけど頑張っていきたいと思います。あ、紙とか書いちゃいけないこういう時。今年1年の私のすいません今年1年の私の気持ちを漢字一文字で表してみました。こちらです。イニじゃあ、ありがとうございました。さよなら皆さん。いやもう真剣にやろう真剣に。今年1年はだいたいどういうのがあるんですかね。もうイニでいいよ。だってありがとうございます。まあそういう一年でしたからね。すべてはイニーのために。誕生日おめでとう、ありがとうございます。解説お願いします。さっき配信でちょっと暗くしてしまったので明るくせなあかんわって思ってやったんですけど、これはかまいたちさんの YouTube の結構なんか流行ってると思うんですけど、これイニーっていう言葉
あんまりマニアックではないと思うのでこれにしました。もしわからない方いたら YouTube 見てください。雨がすごいわ。何をするかあんまり決まってないんですけど、まあ夜までなんか19歳をかみしめたいと思います。でもなんか20になったら人生があっという間だっていう風に聞くので、聞くし、なんか正直19まであっという間だったなって思うから、一日一日をかみしめていきたいと思います。はい、うん、20歳も90歳も変わらないよだって。そうねそうねでそうねって言っちゃった。気づいたら3年くらい経ってる。いやそうなんだよね、17も19もあっという間だったもんな。今来ました、おめでとうございます、ありがとうございます。20歳ですって言えなくなる瞬間は少し悲しかった。あーそっか、21歳になったら21ですって言うもんね。20歳1です20歳2ですでよくないですか。20歳です20歳1です20歳2です20歳3です20歳4です3です30です。あ、味噌汁。3点です。味噌汁1です。味噌汁2です。あずま橋八海さん、チンアナゴありがとうございます。確かに自己紹介 MC で言わないとな。二十歳はちょっとの段でつまずくようになるから気をつけてください。そんな変わるの？今更やけど二十歳じまこって語呂いいよね。二十歳じまこ、二十歳のじまこ。あっという間だったな人生。これからも20年あっという間だったしさ、あっという間に過ぎていかんだよ。どうせ妹もすぐ二十歳になってさ、みんなでお酒飲む日が来てさ、誰かが結婚してさ、そうやって人生がどんどん回っていくんだろうな。20年はまだ過ぎてないのよ。あ、私ねめっちゃアホでね、考え方が。こないだ自分で解決したんですけど、なんか20年前、こう誕生日当日に20年前に生まれたっていう計算になるじゃないですか。ってことは、その結構それを考えついたのが1ヶ月前だったから、今から20年前って生まれて1ヶ月とか、なんかそういう感じで考えてたんですけど、自分で解決したんですけど、今から20年前に多分今お母さん病院にいると思うじゃないですか。で、その1ヶ月前こうパンパン、私がまだお腹の中にいる状態。ゆしゅうさん、だるま100個ありがとうございます。しおさん、ケーキありがとうございますっていう結論に至ったんですよ。で、待って、っていうことは19年前って生まれてないとか、なんかいろいろ考えて、19年前は1歳ってことですもんね。3年前が17歳であったように、あ16歳か16歳であったように、
19年前は1歳じゃないですか。あ、少し横になりなよだって。あ、ちょっと寝なきゃかな、疲れてんのかな。みなぽよちゃん、だるまありがとうございます。わー、いっぱいありがとうございます。すみません、よくわかりませんだるま100個ありがとうございます。そうだから18年前とかもう私何してたんだろうと思ったら2歳、そういう計算なんだなって思いました。和夫さん、ハートありがとうございます。あとなんか19歳になってから、あ、じゃあもうちょっとで20歳なんだねとか、来年20歳なんだねって言われる機会が増えて、自分って20歳なんって思うようになって、でなんかそれでもうなんか20歳になるのがなんか17歳とか18歳の時は20歳ってめっちゃ大人やん、20歳っていう感じだったんですけど、なんか19歳になってから20歳がなんか友達みたいな感覚になってきちゃって、なんかもうちょっとで20歳だねとか、その今は19なのに、今はまだ10代なのに、そうやって言われることが増えて、いやまだ10代なんですけどって思う、心の中で思ってました、ずっと。いろんな人になんか、あ、じゃああとでもうちょっとで20歳なんだねとか、もうちょっとで20歳、今年20歳なんだねって、いや今年20歳だけど今は10代でいさせてくれって。あ、全然分かってないかもみんな、もしかしたら。すみません。エデンさん、尊いありがとうございます。なんか来年20歳なんだねがどんどん、あ、今年20歳なんだねとか、あ、じゃああと数ヶ月で20歳だねって、今は19歳なのに、今19なんだでいいのに、もうちょっとで20歳なんだねって言われることが増えて、なんかいや今は19です、え、あ、はい今19、はい今は19でやらせてもらってるんですけど、はい19ですってもう言いふらしたくなった。りょうさん、ハートありがとうございます。なんか19で言っちゃダメなのかって、20歳にもう早くなるってことなのかって思った。だって10代なんて人生で1回しかないから、10代でいたいのにさ、あ、来年は20歳なんだってこう、なんかその来年とかその未来のこと言われてもどうなってるか分かんないし、そんな今19なんだから19でいいじゃんって、めっちゃ反抗してた気持ちが。でもこうご飯とか行った時に、19だからまだ飲めないっていう時に、あ、自分はまだ19なんだって思うようになりましたね。あんまりそんな夜ご飯とか食べに行く機会はないかったですけど。しゅんさん、ハートありがとうございます。すごい降ってきた。あ、雷ね、気をつけてくださいね皆さん。しゅんさん、ハート100個ありがとうございます。じゃあって言い方おかしいですけど、そろそろ終わりますかね。雷鳴ってるよね。これから外に出なきゃいけないの、大丈夫？気をつけてくださいね。19歳のかえちゃん、ありがとうすぎる。こちらこそありがとうございました。誕生日が来ても変わらず応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。雨の音いい感じ。何かと落ち着きますよね。応援いたします。ありがとうございます。ありがとう。ラスト10代スクショタイム、イエーイ。
19。19ってどうやってやるんだ。58だ。でも光った。19。反対かな。これ何？あっ、おー合ってる。こっちで合ってる。ありがとうございました。じゃあ終わりますかね。結構2時間くらいやっちゃいましたね。明日また配信するので、明日がね結構本番なので、本番っていうか明日がお誕生日なので、今日はこんなに誕生日じゃないのにこう見て8941人のことありがとうございます。本当にすみません。みんなも私の誕生日というだけでこう世界が変わるわけじゃないんで、こう有意義な夜を過ごしてくださいね。ありがとうございました。本当すみません。バイ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 。バイバイ。あ、メールめっちゃ送ります。メール送ります。バイバイ。あ、ランキングランキングランキング読まなきゃ。ランキング読みます。いきます。1位、しおさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。2位、きたさん、ありがとうございます。3位、エデンさん、ありがとうございます。ジャム楽しみ、ありがとうございます。4位、りょうさん、いつもありがとう。いにー、ありがとうございます。5位、ひろたんさん、10代のかえでちゃんに出会えた奇跡に感謝、ありがとう。こちらこそ10代もありがとうございました。6位、よっしー06さん、ありがとうございます。7位、りきやさん、ありがとうございます。8位、ミッフィーさん、上島にやさん、ありがとうございます。9位、たくみ18さん、ありがとうございます。10位、みのぽよちゃん、ロールパンナちゃん、ありがとうございます。11位、もりりんさん、ありがとうございます。12位、かず007さん、ありがとうございます。13位、かずおさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら皆さん、また会いましょう明日。バイバイ。今日のラッキーピッポー上島で、イエーイ。ありがとうございます。じゃあまた明日会いましょう。バイバイ。ありがとう。おやすみなさい。またね。みんなありがとう。10代本当ありがとうございました。みんなのおかげで楽しい10代でした。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。